神道手引き、今回はですね、神様が家なき子でいいのか、神棚のないお家という話をさせていただければなと思います。まあ、ここまで立派な神棚である必要性はないんですけれども、やはりそのお札が、その神棚がない状態で存在して、ただにお札でポンって立ててあるっていう状態は、やはり新人しているとはちょっと言いづらいのかなと思うんですけど、まあ、昔みたいにその御幣をしてた場合はちょっと違うんですけど、今は神棚というものがあって、お札を入れるということで、その神様のお家ですね、基本として考えとしてはがある状態ですから、それはお札裸のまま置くのではなくて、貼り付けちゃダメですからね。画鋲でぶっ刺してる人もいますけど、神様の分け御霊が入ったものがお札です。神様を刺してる状態ですからね、あれは。もしお札をなんか画鋲か何かでドンって刺してる人は、あと置く場所も考えていただかないといけないですし、基本的には神棚があれば神棚に入れればいいんですけど、でもその神様にご加護をいただきたいからお札いただいてるはずなんですよね。そのいただきたい、ご加護をいただきたいということでいただいてきたお札が、神様、そこの神様との分け御霊が入ったお札を裸のままどうでもいい場所に置いていいかどうかっていうのは少し考えれば分かるはずですね。で、まあ神棚っていうのはそんなしょっちゅう買うもんでもないですから、今は、まあ、安いので2000円ぐらいからありますし、まあ、ある程度のものであれば1万円ぐらいまで出せば、まあ、ある程度のものを買えますので、それでちょっとご用意された方がいいかなと。まあ、よく言うのがアパートだから貸し屋だからとか言うんですけど、であればなんかよくホームセンターにある三段ボックスとかメタルラックとか、その一番上に置いていただいてで、いいので、まあ、2階3階4階あるうちの、まあ、高層階の一番最上階じゃない場合は、その天井に雲っていう字を書くか、まあ、そういう紙を買ってきて貼り付けるか、天井にしていただいて、ここから上はいないよっていうことを表して、していただければいいと思うんですけど、だから自分に当てはめたらどうかって話だね。だから仕事に出てきました、帰ってくるうちがありませんみたいな、それでいいかどうかみたいな、まあいいっていう人はいないと思うんですけど、行き場所がないみたいなですね。じゃあなんか敷地が、まあ、土地はあったとして家がないと、でそこにじゃ土地に帰ってきて、じゃテントもうない、単純になんか雨ざらしになるかもしれないけど布団だけあるみたいな状態でいいかどうかですと言われれば分かると思うんですけど、そういうことです、ね。神様が好きだ好きだと言っていて、そのお札もないし神棚もないんじゃ、その話にならないと思うんですけどね。そんな方いるのかなと思うんですけど、いるんじゃないですか。私の知り合いではいました。でもお札がない、神棚がないっていう、でも神様は好きって言ってる人、意味が分かんないですけど全然意味が分かんないですけど、でもその人はやっぱりね、そういう人に限ってね、やっぱり、ね、そこの、まあ、好きな神社およびその近くの氏神様の神社のお祭りに出なかったりします。やっぱり自分がいいとこ、いい風に行くところだけ、いいと思えるところだけ関わってる状態ですね。だからお札って、まあ大体平均的には1000円ちょっと、1000円以下ぐらいだと思うんですけど、それすらしないってことは、結局やっぱ神様好きじゃないってことですよね。で、
で、自宅に神棚がないってことは神様やっぱり好きじゃないんですよ。なんとなくやっぱ神棚の 最終的に神棚にしたいだけで、あとそれが対象として神様であっても天使であっても仏様であっても何でもいいんですよ。それ自体は神様じゃなくてもいいと言ってると一緒です。本当はだって信心してる、例えばキリスト教徒の人のお家に行けば分かりますよ。イスラム教徒の人の家でもいいんですけど、何があるか、ちゃんとそれなりのものがあります。やっぱり最終的に何がっていうのは、やっぱり宗教っていうのは生活の根幹の部分なので、考え方、その宗教を信じる人の考え方のものなので、その宗教的な要素のものが全くないっていう状態はおかしいわけですよ、そもそもで。だからまあ何がっていうのはちょっと言いづらいんであれですけど、例えばまあお寺でもいいですけど、そのお寺系のまあ例えば吉祥天様とか弁財天様とかのが好きだということであれば、仏像というか、なんとか天と言われているその像が存在してるはずなんですよ。で、仏教に帰依してるんだったら、仏教を信じてるんだったら仏壇があるはずなんですよ。でもそれもないだったらおかしいですよ。で、その時たまたま買えないんだとしても、最終的になくても、その線香をこうやって、鐘ですね、チーンって鳴らす鐘があって、数珠があるっていう、この最低限の部分ですねはあるはずなんですけど、そういうの神社ではその最低限が、私は神棚でお札でと思うんですけど、そんなにね、でも20年に一度ぐらいしか買わないでしょ。なんかあってもボロボロになるっつっても、20年に一度、木製であったら20年に一度でも壊れないかもしれないですけどね、それが買えないっていうのはちょっと何か問題があるんだと思います、その人に。そもそもで1000円ぐらいのお札がもういらないっていうんだったら、それを信心してるとはとても言える状態ではないので、なんか違うんだと思いますし、で、まあできれば、あとできればですけど、まあ、榊、ちょっと今榊ないですけど、榊を、まあ、1日15日、まあ、できなければ1日でもいいんですけど、書いていただいて、で、あとは、まあ、1日15日とかであれば水とか、まあ、その朝の食事ですね、をちょっとこう神棚に置いて、お祈りをしてから自分でいただくとかですね、していただければいいと思うんですけどね。あと極端なことを言わないっていうのも大事ですね。極端なことを言わない。例えばその良縁で、いい人と結婚したりとか、良い人と会いたいとかね。それは難しいですよね。その人の理想だから。理想なんで難しいですね。でもそこが、例えば、気になる対象の人がいて、なんとかさんっていう対象の人がいて、お話しする機会が欲しいと、そういうところだったら、まあ神様もそうかっていうことで、お願いを聞いていただけると思うんですけど、まあ、そういうことですね。極端なことを言わないっていうのも大事だと思います。はい、長くなりましたけども、ありがとうございました。